はい、皆さんこんにちは。そろそろライブ配信とかしてみたいなと思いまして。で、まあやるとなったらツイキャスですかね。やるときはツイッターで報告するので、暇な方は見てみてください。ただめっちゃ緩い配信になるかもしれないので、あんま都市伝説の話とかしたくないんですよね。なので、雑談か、お悩み相談とか、あるいは過去の動画の質問とか、そんな感じですかね。で、今日はですね、昔から話題の絶えないイルミナティカードについて話していきたいと思います。いろいろと世間を騒がせてますけど、このゲームをちょっと紐解いていきますね。イルミナティカードは1980年から1995年にかけて何度かリメイクされて発売されたカードゲームで、1995年のイルミナティカードニューワールドオーダーというゲームが話題のやつです。スティーブ・ジャクソン・ゲームズというゲーム会社が作ったもので、このゲーム自体は1970年代の小説、イルミナティスから影響を受けて作られたゲームです。実はこのスティーブ・ジャクソンというゲーム会社、一度アメリカのシークレットサービスが強制捜査で押し寄せています。結局問題なく終わったんですけど、逆にスティーブ・ジャクソンがそのシークレットサービスを訴えて、なんかパソコンとかも押収されたらしいので。そしてこのゲームに書かれていることが未来の出来事、予言、あるいは予告ですよね、をしていると話題になりました。じゃあどんな予言を的中したのか、これは予告なのか、あるいはこじつけなのか、いくつかの有名なカードを見ていきましょう。まずはこちら、テロリストニューク。まあ911のことを指していると言われてますよね。確かにビルの崩壊の仕方が、まんま911に似てるんですよね。まあ誰でもパッと見たら、これは911のことだと思います。ただ、一応カードのタイトルは、テロリストニュークになっています。まあ核って意味です。実際は核爆弾ではなくて、飛行機でしたよね。まあ細かいことは気にするな。はい。ちなみにこのカード、1995年に作られたものなんですけど、1993年には実際にワールドトレードセンターでテロの爆破事件がありました。なのでおそらくこの事件が元に作られたんじゃないかと。あとはまあ、ワールドトレードセンターはもともとテロの的だったので、まあ無理やり911に繋げるとしたら、陰謀的には911は飛行機というより爆弾が仕掛けられたとも読み取れますけど、どうですかね。そしてペンタゴンのカード。911の時にペンタゴンにも飛行機が突っ込んだので、それを予言していたんじゃないかと。ただペンタゴンはアメリカ国防総省で、テロの攻撃があってもおかしくない場所ではあります。世の中のことや陰謀に詳しい方がこのゲームを作ったのならば、このカードは一応おかしくありません。あれ、イルミナティカード大したことない?まあ一応日本にも有名なのがありますよね。こちら、Nuclear Accident。福島の原発を表しているんじゃないかと思われるカード。ひっくり返すと311が現れると。まあ確かに、まあ頑張れば全ての日にち探せるんじゃね?そしてこちらが311の津波。そしてこれとセットなのが、アトミックモンスター、原子力モンスター、まあおそらくゴジラのことですよね。説明には、海岸沿いを襲うと書いてあって、その中でもカリフォルニアと日本に大ダメージを与えると書いてあります。まあこれらが主に日本で騒がれている有名なカードなんですけど、こじつけだと言ってしまえば終わりですよね。これからはあまり知られていないカードを実際の都市伝説につなげて話していきますね。こじつけなのか予告なのかみんなで判断してみてください。NSA。そんな組織存在しないと説明に書いてあります。NSA はアメリカ国家安全保障局で1952年に設立されたんですけど、その存在は1999年まで内緒でした。まあみんな知っていたんですけどね。実際に2013年にはエドワード・スノーデンが NSA がみんなの情報を監視していると暴露しましたよね。電子機器からみんなの情報丸分かり。どうぞどうぞ、俺のエロ動画履歴で盛り上がってくれ。ガンコントロール。最近特にアメリカで騒がれている銃規制。学校での銃乱射やラスベガスの事件など、今年だけでもたくさん銃乱射事件がありましたよね。それがあるたびに銃規制に対するデモなどが行われています。センサーシップ。これも規制です。まさに今言いたいことが言えない世の中になっていってます。YouTube の陰謀動画取り締まりや、それだけではなく、インスタや Facebook でも多くのコンテンツが実際に禁止されていってます。冷静に考えて、テレビだけじゃなくて、ネットの世界でも言いたいことが言えないって結構やばいですよね。まあ、顎言えるのもみんな今のうちですよ。これとセットなのが、Political Correctness。説明には、いい考えが求められていると書いています。どういうことかというと、みんな口を揃えて世間的に合っていることを言わなきゃいけないみたいな感じです。間違ったこと言うと首吊りさせられると。まあ、ここまで過激じゃなくても、この延長線が人間選別ですよね。これなんか面白いですよ。ニュースは上辺だけで本質は見せていないと。実際にクライシスアクターを使ったり、実際の事件より大げさに伝えたりすることもあります。まあ、プロパガンダ的な目的で。メディア自体がフェイクニュースです。僕もこの下、フルチンです。International Weather Organization
天候操作に関しては昔から飛行機などを使って何度か行っていたんですけど、最近の技術の進歩で本格的に行われていると言われています。アメリカのハリケーンはこれによって起こされたという噂がありますし、このカードとセットなのがこちら、人工地震カード。ここ最近の地震は人工地震だという噂ありますもんね、ハープ。続いてはこちら、この2つのカードもセットです。 Center for Disease Control Epidemic、 わかりますかね、これらのカード。アメリカ疾病予防管理センター、ワクチンが実は体に毒だというのは陰謀業界で言われています。そしてこのエピデミック、エボラウイルスやエイズなどは政府によって作らればらまかれたと。みんな病気になってもらわないと困るらしいです。もちろんこれらは全部 Population Reduction、 人口削減のためです。これに関してはめちゃくちゃ怖いですけど、まあ納得はできますよね。みんな太らせてダイエット製品を売る、みんなハゲさせてハゲ対策させる、みんなムラムラさせて AV を売る、違うか、みんなを病気にさせて薬を売る。世の中の仕組みですよね。問題を作ってその解決策を売る。ビジネス。人間ってなんかループしてますよね。こんなカードもあるんですよね。Flat Earthers。以前にぶっ飛び都市伝説で話したように、地球平面説を信じる人たちは実際にめちゃくちゃいます。人々は彼らを笑うけど、彼らは何かを知っているっていうカードです。このカードはちょっと興味深いです。ダイアナ妃のカード。説明には、相手の攻撃に対しては無敵です。ただしメディア以外って書いてあるんですけど、このカードの2年後にダイアナ妃はパパラッチに追いかけられている途中、交通事故で亡くなったと言われています。彼女は何者かに殺されたのか、あるいはただの交通事故だったのか。ここが陰謀ですよね。まあロイヤルファミリーはいつもパパラッチに追いかけられているので、そういう背景を利用してのカードではあるんですけど、ちょっと意味深ですよね。メディアブレッツ。テレビや広告でのメディアでピラミッドに目のマークを大々的に宣伝しているカード。確かに今の世の中がまさにそうですよね。都市伝説の番組ではもちろん、その他にもみんなが大好きな音楽アーティストのミュージックビデオなんかにも大々的に映っています。彼の力は露出することでメディアの注目を浴びることです。ほほー、そういうこと。ビッグフットに関してはわからないですけど、このやり口は実際の現実でも行われているそうです。たまにめちゃくちゃくだらないニュースをテレビで大々的に取り上げる時ってあるじゃないですか。そういうのは本当の出来事から目をそらさせるための策なので、めっちゃくだらないニュースやってんなと思った時は、その裏で何が行われているのか考えてみるといいです。カリスマリーダー、これはもしかしてトランプのことなんじゃないかとも言われています。そしてこれとセットなのが跳ね返りというカード。これがオバマに見えることから、彼の政策がトランプによって次々と廃止されていって、新たなカリスマが誕生すると。マジかよ。とはいえこのカードはトランプの顔に似ていることから彼を指していて、下の説明にはいつでもスナイパーが仕留めることができると書いてあるので、彼の暗殺が囁かれていますよね。エネルギークライシス。人口増加と気候変動で資源不足が訪れると脅されています。これが横浜壊滅って日本では言われてますけど、どうなんですかね。まあカード的には原爆でできた人の影を表していると思うんですけど、噂曰くここの形が横浜の地形と似ていると。まあ頑張ればそう見えなくもないけど。そしてこちらも噂されてますよね。銀座の和光の大時計と服の色がオリンピックだから2020年じゃないかと。まあ個人的にはそこまでしっくりは来てないですね。みんなどうですか。そしてもちろん第三次世界大戦。でもみんな安心してください。僕たちは Interesting Times を生きています。説明にはこう書いてあります。世の中ではどんどん不思議なことが起きて、影の支配者たちも何が起きているのか理解していない。それに対して彼らは怒り出して暴れ出すと。実際にスピリチュアル業界では今が面白い転換期だと言われているので、いい時代ではあるんですよね。あるいはこれら全てがデタラメなのか。まあ、顎が世界を征服するっていうカードもなさそうです。あった!しかも革命だって。説明欄には、あ、ロングロング顎。やかましいわ!これリスナーさんが作ってくれたんですよね。すごすぎて紹介するしかないですよね。まあ、このイルミナティゲーム。そもそもゲームのルールが世界征服というものになっていて、ゲームの制作者もイルミナティのパロディで作ったと言われています。
なので陰謀都市伝説を入れまくったゲームなんです。こういったことに詳しい人ならわりかし簡単に作れるゲームかもしれないです。僕たちも今後起きそうなことを都市伝説ネタとして入れていたらいくつかは的中しますよね。にしても非常によくできているので、本当に闇の計画が書かれているのか。まあ、イリミナティカードの都市伝説は世界的にはそこまで話題じゃなくて、どちらかというと日本で騒がれてることが多いです。皆さん的にはどう思いますか？それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。